美さんいかがでしたか。焦りました。焦りちょっと。あ、そうですか。あんま覚えてないです。生でお客さんの目の前での書道パフォーマンスというのはどうでしょうか。いやでも本当、いやでもなんかすごいとしか言いようがないですけど、もうとにかくすごいというか緊張しました。リコちゃんが大きい筆で書いてる時に私はオケをやってたんですけど、はい、もう一生懸命練習してたので、リコちゃんも私がオケなんかをこぼしちゃったらどうしようっていう緊張でしたね。感無量です。楽しかったです、はい、楽しかった。楽しかった。普段の舞台とは違う感じで。そうですね、舞台よりも100倍ぐらい緊張します。そうですか、はい、なんかまだ少しドキドキ感が伝わってきますよ、声から。はい、なんかもう頭の中真っ白です。先ほどのパフォーマンスの作品をご覧いただきたいと思います。すごい大きく絆と力強い文字で書かれています。本当に、まあ、さっきも横で見てて僕も体が熱くなっちゃいましてね。見ていただいた方に元気になってもらえる作品になってればいいなと思ってます。ありがとうございました。以上をもちまして書道ガールズ。どうなんですかね。あ、でもできる力は全部出し切りました。はい、満足っていう感じですか。満足はしてないですけど、まあ、精一杯です。